こえるか、そこにいるか。ああ、聞こえてる。戻ってきた。続けよう。よし、意識が戻ったところで2070年へと戻ろう。コアレッセンス崩壊後だ。お前はシンガポールで囚われていた。隔離エリアが世界各地で解放される中、ウィンズローアコード司令部を立ち上げられずにいた。成り行き任せで逃げるしかなかった。そこで54イモータルズに頼った。彼らは危険な集団だが敵ではなかった。ヘンドリクスも信用したのか。他にどんな選択肢がある？シンガポールを脱出するにはバイオドームを通るしかない。イモータルズに頼るしかなかった。入るのは容易だった。だが出るとなると全くの別問題だった。当時はバイオドームが最も安全な場所だった。2060年のアウトブレイクをイモータルズは悲劇ではなくチャンスとして捉えた。奴らはマリーナを占拠して居座った。バイオドームは難攻不落だった。アンデッドも寄せ付けない。ヘンドリクスにはダニー・リーという連絡役がいた。ひどく卑屈な奴だが、私たちに移動手段を用意してくれた。だがテイラーは私たちをバイオドームから叩き出した。ダニーは彼がどこに向かっているかを知っていると言った。彼らはこの情報を持っていたのか。ダニーはゴー・ショーランがセントラルサーバーに情報を持っていると確信していた。彼らは本当に私たちの役に立ってくれた。しかし安くは済まなかった。彼らは食べ物、水、武器、ウィンズローアコードの増援部隊を求めた。果たせるかどうかは分からなかったが、彼らの要求を飲んだ。イモータルズは信頼できる連中で、信頼を裏切る相手には即座にけじめをつけさせていた。ダニーもそうだが、イモータルズも私たちに会うことを好意的に思っていなかった。彼らはコアレッセンスの出来事での私たちの役割を知っていた。ダニーは私たちが封鎖された区画を開けたせいだと責め立てても来た。その度にヘンドリクスが彼に事情を説明していた。だが私の感情が変わることはなかった。私たちはそこにいてサーバールームでディアスを食い止めるチャンスがあった。自らの手に余ることで自分を責めても何にもならんだろう。お前自身よりずっと大きな力が働いていた。ずっと大きな権力が。お前は彼のゲームの駒に過ぎなかった。デイモスのことか。結局のところ彼の駒は私たちだけじゃなかったんだ。どういう意味だ。私たちを外に逃がす方法を知っている程度なら納得がいく。だがテイラーの居場所までも知っているという、出来過ぎた話という言葉を知ってるか。何かが妙だった。邪悪な悪意に満ちた何かがあった。私はダニーを呼び出した。彼は浮かない様子だったが、最初はただ怯えているだけだろうと思った。アウトブレイクはかつてない規模で世界的に広がり、誰もが怯えていた。それ以前はといえば、私たちは誰もが楽観的で安心していた。アンデッドは檻の中にいて何も起きていないふりを続けていた。テイラーとディアスがそれを変えた。大混乱、暴動、内戦、国はすでに内側からかき乱されていた。その多くはアンデッドがやってくる前に。ダニーは恐れていなかったが行き詰まっていた。その理由はすぐに分かった。ゴウ兄弟か。ダニーがお前をはめたのか。いや違う、そうじゃない。奴らの目だ。うつろで空っぽで命が感じられない目。奴ら全員まるで私を透かして見て、ロボットスクワッド、デッドキラーにとバイオドームに招かれざる客が姿を現したことはすぐに分かった。この安息の地にアンデッドが押し寄せていた。そこはこの世の地獄に変わろうとしていた。クラウドマウンテンに移動せざるを得なかった。
アンデッドがどうやって入り込んだのかはわからない。閉め忘れたゲート、子供の過ち、いい加減に板で塞いだ窓、そのいずれだとしてももはや関係ない。奴らは瞬く間に方々へと広がり、数ではすでに私たちの20倍になっている。残った人間たちは方法の手で逃げ出すか、家に閉じ込められていた。聞き慣れた金切り声が耳に入ってきた。6115から生まれた変異生物のパラサイトが私たちに向かって飛んできた。造船所を無事に越えると、すぐ先にクラウドマウンテンがあって、そのてっぺんにサーバールームがあった。そこまでの長い距離を登らなければならなかった。
サーバールームで何が起きた？ゴーショーランがハードウェアを暗号化し、私たちをセントラルサーバーから締め出した。ヘンドリクスが足を踏み入れたが、数秒遅かった。後の祭りだ。なぜ彼女はお前を締め出したんだ？どうにも理解できなかった。確かに私たちは最高に仲が良かったわけではないが、これは明らかに彼女の仕業ではなかった。他の何かが彼女にそうさせたんだ。何かが彼女を操っていた。暗号化には生体認証ハンドスキャンが使われていた。ヘンドリクスがそれをアンロックしようとした。しかしゴー兄弟は抜け目がなかった。アクセスシステムは改変され、認証には彼ら二人の手が必要だった。だが鍵となる弟はバーで蜂の巣にされていた。大軍の押し寄せる音が聞こえた。時間はあまり残されていない。私たちに残された鍵は一つだけとなった。だが彼女には二つの手があった。彼女の手を切り落とすことにしたんだな。なぜだ？生体認証には互換性があり、どちらの読み取り機であっても兄弟が使えるようになっていることを願ったからだ。輸送機を呼んで生きたまま出るためにはそれが機能してくれるしかなかった。そしてそれが幸いにもうまくいった。ほどなくしてヘンドリクスがシステムにアクセスをした。彼はウィンズローアコード司令部と交信ができたから、私たちはできる限り早く外に出る必要があった。数分先のところに彼らの V トールがあって、ドームのてっぺんで落ち合うことにした。しかしヘンドリクスはゴーショーランがテイラーに何をしたのかを知りたがった。どれほど小さいことでもテイラーをたどるのに役立つからと。それには少し時間がかかるだろう。だが私たちには時間がなかった。ヘンドリクスはアーカイブを探した。私は迫り来る大軍に対処した。ヘンドリクスは可能な限りのデータを引き出した。それが必要十分であることを私は願った。すでに迎えがついていた。撤退の時が迫っていた。私たちの V トールは自動化された古いレースに気づかれた。他の道を探すしかなかった。
お前を追ってくるレースだが、隔離エリアで見かける故障したロボットのようなものだな。何でも見境なく攻撃するのだろう。まさにそれだ。もっと巨大で危険だが、こいつにはかなり興味を持たれたようだった。司令部の用意した回収地点は水場の向こうにあった。スーパーツリーを越えて貨物ドックまで行き、エアポートを使ってたどり着く。やる方の身にもなってほしいな。ゾンビとレイスに挟まれ、スーパーツリーはもう安全な場所ではなくなっていた。ともかく急いで立ち去り、身を隠さなければならなかった。しかし問題は奴らだけではなかった。ウィンズローアコードが通信を傍受した。ドックを使って逃げようとしている人間は私たちだけではなかったんだ。スーパーツリーが今にも崩れかかり、ドックに向かう安全なルートは上しかない。傍受した通信で54イモータルズが沼地を通り、慌ててバイオドームを離れたことが確認された。その音を聞けば、ゾンビと同等に奴らが私たちを殺したがっていると分かった。一難去ってまた一難といった様相だった。ヘンドリックスはエアボートを奪い、オートパイロットにセットした。後ろからはアンデッドが迫り、その先にはさらに 54i がいた。ローグレイスはまだ私たちとの関係を絶っていなかった。
それでも脱出したのか。回収地点はすぐ先にあった。私たちはシンガポールから出る決意を固めていた。テイラーは、ヘンドリックスはサーバーの情報から何をしていた。何も消されていた。情報の喪失だ。テイラーは姿を消した。そしてウイルスは、この段階ではもう6115は止められそうになかった。ウィンズローアコードと CDP は大混乱に陥り、私たちは香港、ベルリン、カイロを失った。そしてそれは始まりに過ぎなかった。次に何が訪れ、世界がどう変わるか、それに備える術は何もなかった。